はい、こんばんは、おそばです。翼の塔の、ニュースをテレビで見たんですよ。テレビとは言っても、おそばは、サウナとか、それからホテルに行った時ぐらいしかテレビ見ないんですけど、すごいタイミングがかぶって、すごい逆になんか特集されてましたね。ね、誰か見ましたか？まあ、テレビ全然見ませんって人が僕の視聴者には結構多かったんですけども、すごいタイミングでバッチリ見れて、なかなか興味深い、内容だったんですけど、翼の塔、根本さん、今回中国の補選に、立候補して、そうね、9位、まあビリだったってことなんですけど、まあ投票してくださった投票した人たちは1110人だっけな。これが、多いのか少ないのかはちょっと自分は判断しかねるんですけど、これ皆さんは多いと思いますか、逆に少ないと思いますか、どっちだろうっていうのと、言ってたのは、まあそれぞれの陣営のそれこそ候補者だったりとか、党の代表の人とかが、ああ、これはもう民主主義の根幹を覆すとか、なんか選挙妨害だっつってね、もちろん怒ってましたけど、それぞれが。あとはもう法改正でね、どうにかこの選挙妨害のルールをですね、定めてですね、ああいった活動をされないように働きかけるって言ってましたけど、逆にそれはそれで、なんだろう、がっちり固めすぎちゃって、例えば僕らで言うと討伐太子郎ちゃんみたいな活動ですらさせてもらえなくなっちゃうようなねことに、なっちゃうのかなっていう気もするんですけど、どう思います？なんかそれはそれで寂しい気持ちはしますね。ちょっとやりすぎてる感は否めないっていうか、まあまあまあやりすぎですけれどもね、はっきり言って翼の塔のあの行為に関しては。で、やっぱりこの1100票っていうのが、翼の塔的には結構取れたって思ったからなのか、まだまだ選挙妨害を継続していくんだっていうような話をニュースではしてましたけどね。そうなんですかね。そうなってくると、皆さんまた今回次、選挙出る方々っていうのはさ、対策を講じないといけないですよね。僕は前にも話したけど、ちゃんと論破できる要員を雇っといた方がいいと思うんです、完全に。まあそれか、そういった人たちを、まあちょっと予備知識をですね、たくさん、入れておいて、弁が立つ人をですね、まあそうですね、3人から5人ぐらい、それぞれの陣営に用意しておくとですね、すごい有効なんじゃないかな。逆に彼らをもうずっと追跡するような感じですよ。翼の塔を ずっとカーチェイスとかしてたじゃないですか。ずっとつきまとってる、連中を作ると、これはこれで面白いんじゃないかななんて思うんですけど、皆さんはいかがお考えでしょうか。であとね、やっぱりね、まあものすごい反響があって、すごい知名度が上がったのは間違いないですし、なんならこうやって選挙が終わってもテレビであのぐらいの尺で特集をされて、僕が見たのは多分10分ぐらいの尺だったんですよ。やっぱりあのぐらいの尺で、出てきてしまうと、どういう影響があるんでしょうかね。あ、この子たち、やり方は野蛮だけれども、私たちが日頃思ってること、イライラしてることとかを代弁してくれてる人なんだなって気がついて、支持したくなってしまう人もやっぱり現れるんですかね。それともやっぱり、どんな、大義名分があれども、ああいったやり方は私たちは許せないって人たちの方が多いんでしょうか。まあ、こういった話もすごく気になるところです。まあこれだけテレビでも、要はネットではもちろん、もうね、この選挙にすごく関心が高かった人は誰でもあの状況を知ってるわけじゃないですか。でさらに今度はテレビですよ。ね。
15区の補選に関係なかった人たちも、うん、あの状況を知ることができたわけです。一体どうなんだろう。そばがはあれが、よかろうが悪かろうがそこにすごく興味があって、この活動を続けることによって、まあ票を狙ってるっていう感じは一切しないんですけど、じゃあ次の選挙とかで、今の票の今回取れた票のまあ2倍3倍とかって票が取れたりだったりとか、なんかその大きな結果がもしついてきてしまった時により拍車をかけてあの活動をし続けるのかなとか、まあね、いろんなことを想像してしまいますけどね。うん、なので、まあここも次の選挙、まあ東京都知事選がもう本当に約2ヶ月ぐらいで始まりますよね。その時も非常に注目すべき、ところなんじゃないでしょうか。うん、あらかじめ対策ができている党はあまりストレスを抱えずに、選挙活動をできるようにすべきなんじゃないかなと思いますし、うん、そうですね。なんか怪我人が出たりとか、なんかその情報がね、逮捕者が出たっていうのはいう話もあったけれども、それ自体がなんかそれは違いますってコメントが来たりとかっていうのあったんですけれども、まあそれは俺分からんから、うん、それに関しては別に突っ込まれてもいいねはしますけど、はい、まあ、次はもしね、そういったことがないように重々気をつけてやるしかないんじゃないかなと思います。なんかあの暴行、いやいや、なんかこうやってパッて払ってるやつあったじゃん。あれも実際ね、あのもしあれが本当に暴行だって認められるんだと逮捕されなきゃおかしいんだけど、逮捕されてないってわけだから非常に難しいとこだったんでしょうね。うん、あれはね、あのわざと転んだんだって人もいたりとか、わざと大げさに受け身を取ったんだとか言って根本さんとか言ってましたけども、いやどうかなって。例えばこっち側に体重がかかってたってね、気がついた時にその右利きの人だったらこっち側にちょっと体をねじって受け身を取ろうとするとかね、その辺はね、ああいった状況に何度もなったことじゃないと、なったことがある人じゃないとなかなか感覚的にはわからないので、なので、今も根本さんが逮捕されずにいるってことじゃないですか。うん、すごく判断が難しいってことなんですね。はい。まあ、ぜひ、次回も翼の党の妨害活動プラス、それをどう陣営が、他の陣営とかがですね、対策してくるのか、対応してくるのか、これもおそばは注目したいと思います。はい。以上、おそばでした。